いてもディープウェーブです。はい、今週はゲストヤマケンさんの一押しの釣りをとことん伺いたいと思います。おい、ヤマケンさん。題して、無節操アングラーと呼ばれたり、カヤックで海に飛び出しちゃったり、何でも釣ってる印象あるけど、この時期一押しの釣りって一体何なの、ヤマケンさんのコーナーです。長いタイトル。はい、まあ、とにかくヤマケンさんのね、一押しの釣りを伺っていくというコーナーなんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ヤマケンさんの一押し何ですか。今回は渓流のルアーフィッシングを一押ししようかなと。まあ、いい時期になってきましたからね。まあ、僕のメインの釣りでもあるんですけど、メインの釣りだって何でもやってるんですが、やっぱ渓流はいいなってことで。まあね、今日番組の冒頭でね、そのバスとかシーバスとかカヤックとかいろいろ写真見せていただきましたが、それでもやっぱり渓流メイン、渓流のルアーですね。ちなみにね、ヤマメ持ってた写真出てたじゃないですか。あ、オープニングの、はい、あれ山梨県桂川だと思うんですけど。そうです、そうです。同じ日に似たようなところにいたんですよね。桂川の違うポイントに僕いました。解禁日の数日後だと思う。なんで声かけてくれなかったんですか。いや、まあ、邪魔じゃないですか。そっか、あんまこうみんなでワイワイやるっていう感じでもないわ。いや、それがやっぱりね、桂川みたいな人気の川はどこ入っても問題ないんで、ワイワイやるのも楽しいんですよ。楽しい。ただちょっと僕もその日取材だったんで、頑張らなきゃいけない日だった。なるほどなるほど、頑張ってました、うん。はい、そんなヤマケンさんにですね、渓流釣りの魅力を伺いました。こちらです。はい、はい、これもう分かりやすいですよね。渓流釣りの魅力、景色もよく、水も綺麗で、気持ちいい。これ、いろんな釣りしてて一番思うんですけど、タックルやごらえる釣りいっぱいあるじゃないですか。まあ、ソルトだとギトギトになるし、なる、で、あとバスだとちょっと濁ってる方がいいなとか言ってザラザラになったりするし、はいはい、川は水めっちゃ綺麗なんで。そうですね、確かに、汚れないっていう。そうですね、すっごい気持ちいいですよね。しかも本当水綺麗だから、もうむしろ洗われてるぐらいな感じですよね。そうですね、二日酔いの、ね、辛さがウェーダーから抜けていくみたいな、そうぐらいの美しさなんですよね。そこがいいなと。なるほど、景色本当いい。あ、すごい、富士山。これまさに桂川の解禁日ですけど、富士山を見ながら、はい、釣りをしてるという感じですね。そうか、この時期だったら桜も綺麗に見えるでしょうね。そうですよ、桜咲いてて、うん、はい、解禁と合わせてやっぱり花が咲き出すんで、それもまた景色としてはすごくいいんです。なんか海よりも四季をすごい感じるところはいいですよね。そうですね、本当に日本の里側の景色の中楽しめるっていうのがすごくいいかな。この川はどちらですか。これもね、桂川なんですけど、いますね、釣り人が奥の方に、ね、結構ね、人気で解禁日はもう人だらけ、うん、人だらけだけど、こう交互に入っても釣れちゃうっていうのがまた魅力だったりしますね。綺麗ね。おかまりどうですか、こちら見て。いや、水がね、めちゃめちゃ綺麗だったんですよ、うん、で、私もルアーで渓流行ったの初めてだったんですけど、もうめちゃくちゃ追いかけてくるのが見えるから。あ、そう、そう、もうそれが楽しすぎましたね。そんなに魚影濃いんだ。魚影濃いです、濃いです。特に解禁日は、うん、放流場所にはドバッと入ってるんで、で、これから魚が散っていって、どんどん回復していって、また楽しくなって、全国いろんなとこ行ってて、うん、で、まあ、さっきの魅力のところにもあったんですけどね、岡森ちゃんも言ってくれたけど、見えるんですよ。川ってそんなにでかくないから、どっかで食ってるわけじゃなくて、追ってきて最後食うとこまで丸見えなことが多いんですよ。それがめちゃくちゃ面白い。バイト丸見えっていうところ。バイト丸見え、はい、それ釣り方多彩っていう風にありますね、うん、はい、これ、餌釣りがまあ基本的にあって、うん、で、まあ、ルアーフライがあって、天から釣りっていう日本独自の毛張り釣りもあったりとかして、同じヤマメイワナニジマスを狙ってる、トラウトを狙ってるんだけど、いろんな釣り方で釣れるんで、うん、天からっていうのはどういう釣り方ですか。天からっていうのはですね、フライフィッシングのリール内板です。あ、もう餌竿みたいな延べ竿の先にちょっと重めのラインがついてて、うん、それをこう振って毛張りを振り込むっていう、うん、で、この天からって釣りがめちゃくちゃ釣れるんですよ。あ、で、ルアーフィッシングって魚をこう呼び集めて、要はそれ追っかけさせて食べさせる。そうですよね、釣りじゃないですか、うん、で、天からは毛針なんで、もっと食べ物に近いものを目の前に流して投げて釣るみたいな、うんうんうん、ちょっと釣り方違うんですよね。そうすると、うん、さっきルアーで散々叩いた後なんだけど、天からでももう一匹出ちゃうみたいなことがあったりするんで、うん、常にルアーのタックルのバッグの中に天から竿を持って歩いて、両方持ってくるんですか。両方持ってます。で、今日それせっかくなんで持ってきたんで。あ、持ってきていただいてるんですね。 お見せいただ見ていただくのはこれです。え、そんなに短いの。ちっちゃこれ超小さい。鉛筆みたいじゃないですか。めっちゃコンパクト。もう本当にカバンの中にペロンって入れちゃうみたいな。そんな小さいんだ、うん、で、リールがつかないから、それ伸ばしたらすぐ釣りができるんですか。そうです、これと
短、はい、でこれとあとはまあ仕掛けも持ったりですけど、仕掛けは一応2つセットで持ったりです。これで全部です。え、それでそれだけでできるんだ、はい、荷物少ない。なんなら、もうこの箱もいらなくてセットとしてはもうこれだけで点からは終わりです。すごい。これで仕掛けの予備と毛針と本体、なんでこれカバン入れとけば。で虫食う時って結構トラウトあるんですよ、うん、そうするとねルアーでかすぎて、いやそのちょっと樹脂でできたものはみたいな、僕 虫食ってるんでみたいな、分かるんでみたいな、プラスチックですよねみたいな態度取るわけですよ。そうするとこれを出せば、ははんと俺の前でライズするといい度胸だと、虫みたいのも持ってんだぞと。じゃあその状況に合わせてやっぱりいろいろこう準備していくの大事ですね。大事です大事です。実際その層は今すごくコンパクトですけど、どのぐらい伸びるんですか。これ 2.7m ぐらい伸びるんですけど、伸ばしてみましょうかね、はい、2.7m。 そんなに伸びるの。点からの普通の竿の長さってどのぐらいなんですか。 3m30 とか 3m60 が標準的で、あ、じゃあまあちょっと短めだけど、でも全然十分長いですよね。結構長 長い。これで十分です、ね、こっちまでいってますよ、ここまで、はい、ね、お細い革だったら奥も狙えちゃうんだ。そうですね。でこれにだからマックス3メーター4メーターぐらいのラインをつけて投げるんで、まあ5メーターぐらい奥までは投げれてるかな。うわ、そっか。じゃあもうこれ両方持っとけばルアーでどうしても釣れないなっていう時も、はい、毛針反応型も釣れちゃう。釣れちゃうんだ。でなおかつこれ延べ竿なんで、この延べ竿の長さに合わせた餌釣りの仕掛けも持って歩いてるんですよ。で別にこれ点からだけじゃなくて餌釣りも使えるんで。そうなんだ。まあちょっとね、こうなると僕も点から竿をそんだけ小さくしまえるやつ1本ね、はい、持っときたいなと思ったんですけど、僕ねこの間初めて点からやったんですよ、はい、あの初挑戦したんですね、それね、ほら見て、ダーン、おー、いいの釣れてる、でかい。これねちょっとね、おかまりに謝んなきゃいけないんですけど。何ですか。これね、おかまりさっきのロケで言ってたリバースポットハヤトなんですよ。おら、あれおかまりより大きくない。めちゃめちゃでかいんですよ。もうリールがないからもう大興奮ですよね。そうですね。そのもう日がもう逃げるとさ、自分でこうやっていかなきゃいけない。もう行くしかないですから、自分が ね。そう、もうそれがね本当にもうなんか駆け引きが面白いですね。難しいのが超楽しかったんですよ。おかまりね、難しい顔してんの。いや、なんか私の好感度どこ行ったんだろうって あるんだけど下がってないんだけど、やっぱなんかちょっとさっきの部位がね、なんかちょっとかすんじゃったかなみたいな。ああそうか、おかまりなんかごめん。こんな大きいの見せられたら ねですよ。あら、私主役でしょ。ごめんごめん。さあ、いや、ね、いい場所なんだねここはね。いやでもめちゃくちゃ大きいのもいるし、いいとこですよね。多分こういう場所で、練習してもらって、川ってちょっとハードルあるじゃないですか、うん、なんか上だけだけいけないとか、うん、ちょっと道具どうしたらいいのとか、はい、だから管理釣り場で練習してもらって川型の、うんうんうん、で、こう蹴る出てもらうっていうのがすごくいいと思うので。そうですね、はい、お写真の竿はあれはだから渓流ベイトっていうベイトフィネスで使ってるルアーの、ルアーも今だいたいスピニングタックルが渓流は当たり前なんですけど、最近流行ってまして、渓流ベイトっていうベイトを使って軽いルアーを投げる。今まではね 2g、3g っていう渓流を使うのが投げれなかったんですけど、最近はもう投げれるようになってきて、ベイトフィネスタックルになってるんですね。そうですね。それでちょっとこうシャレオツなリールを使って、ね、確かにどうなんですか、そのベイト竿を使う、ベイトリールを使うメリットっていうのはどの辺なんですか。一番のメリットは手返しですね。とにかくスピニングでこう1回投げる、2回投げるっていう回数の倍ぐらいの回数投げれちゃうんで、クラッチ切って投げて、クラッチ切って投げてってできるんで、あのルアーフィッシングの場合は確率の話なんで、うん、やっぱいっぱいルアーが水に入ってる方がいいなって。そっか、まあいろんな渓流が全国あると思うんですけど、はい、どのあたりがいいですか。もうね、全国僕どこでも行くんですけど、まあ、聖地と言われてるのは東北ですよね。東北はやっぱ山メがめちゃくちゃ釣れるのでいいんですが、とはいえじゃあ南の方釣れないのって言ったら釣れるんで、本当に各地どこでも行くっていう感じ。すごい。で川釣りって釣り犬っていう犬がいるんですよ。これ海釣りしかしない方で知らない方も結構いるんですけど、あの各川ごとに入場料じゃないですけど犬が必要なんですけど、全国どこでも行くんで、あの全国どこでも気軽に行けるシステムがありまして。ほうほう、どういうシステム。各犬ごとに、共通犬っていう犬を出してる犬があるんですよ。ないとこもあるんですけど、共通犬って何。その例えばあの山梨県だったら全部行けるとか。そう、山梨の内水面全部で釣りしていいよ。何それ
それ。パスポートみたいな。そう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 、ね、ハニーランドのパスポートみたいな、年間パスポート。そちらも今日持ってきていただいたんですか。持ってきました、持ってきました。その年券っていうのを持ってきてたんですけど、年券だ、はい、あこれこれ県下共通有料券って書いてある。顔写真がついてるんですね。そう、顔写真付き、顔写真付きですね。免許証みたいな顔写真、本当だ。普通はその釣り券買うときはそこの川だけっていうことですよね、はい、そうですそうです。例えば桂川、さっきの桂川だったら桂川産漁協あって、うん、一番下流部が桂川漁協、その次は鶴漁協で、その上が下草漁協って3漁協に分かれてるんですよ。あ、じゃあそれぞれのとこは行き来できないんですか。できないです。それぞれ券を買わなきゃいけないんです。うん、なんでだけどこれがあれば産漁協どこ行っても OK。 じゃあ今日ちょっとここ釣れないから移動しようが簡単にできるってことですか。そうです、山越えて違う川行っちゃおうもできる。へえ。しかも桂川だけじゃないんですもんね。そうですね、あのいろんな川、その周辺の川全部、まあ、山梨の場合はほとんどの山梨県の川、しかも湖も OK なんで、こういう県もあるよって知ってもらえば、県買う手間もなくていいから。僕あの一つの漁協で、年券っていうのは、例えば鮎釣る人ずっとそこ毎日来るんだったら、ね、年券買うっていうのは知ってたんですけど、どこ行っても使えるっていうのは初めて知りましたね。県内どこでも。ちなみにこれが 山梨なんですけど、はい、これ岩手ですね。いろんなところも持ってるんですか。はい、岩手も持ってます。秋田のもありますね。ちょっと住所隠れてるんで、なんかね、あのなんかやばいものが書いてあるみたいなんですけど、はい、秋田年券っていくらぐらいなんですか。ね、1万5000円ですね、秋田は。ちなみに秋田県全部行けるやつで1万5000円、はい、一部河川ダメとかもあったりするんですけど、ほとんどの河川はいける。ほうほう。1個 その川だけだといくらぐらいなんですか。5、6000円のことが多いですかね。1日の釣り券買うときはいくらぐらいですか。1000円とかじゃないですかね。そっか、うんうん、じゃあまあそこの年券買おうと思って5000円ぐらいだったら、まあ、5日行けば、うん、元取れる、元取っちゃうなみたいな話になるんですよね。でもそれでいろんな川行きたいんだったら、それを毎回買わなきゃいけないから、そこでまとめて買っちゃえばお得なわけですね、はい、そうです。あと、釣り券今はね、コンビニエンスストアで買えたりとか、結構便利になってきたんですけど、ネットで買えたりとかもする。でもやっぱり例えば地方のあんまり大きくない漁協さんが管理してるところだと売ってなかったりするんですよ。もう2カ所しか売ってるとこありませんと、それが何キロも離れてます。で、釣り券買いました、で川行きました、濁ってるってなったら嫌じゃないですか。だから川見に行きました、 OK って言ったら何キロも移動して釣り券買って、あー大変だ。それはピンポンしたら出てこないとか、普通の家だったりするんで。あ、そうなんですか、うん、よしで朝からやるぜ、4時にピンポンしていいっすかみたいな。いや、それは良くないですよね。でも買わないことには釣りしできないですからね。後から買うっていうのもなしじゃないんですけど、でも基本的には先に買うものがあって、そういう時にこういうのがあると、こうすごく気軽にいろんな川に行ける。じゃあもう自分がすごい行く県が決まってれば、そこだけでも買うといいですね。そうそうそう、自分の県だけでも買っとけば、やってない県もあるんですけどね。だからもう、こう今日紹介させてもらっていいなと思ったら、皆さんぜひこれ買ってもらって、広まって、最終的に僕が一番欲しいのは日本県っていう県が欲しくて。なるほど。それ私も欲しい。それはないんですか。ないんです。今はないんだ。どうせね、本当アホみたいに釣りしてるんで、もう日本券、ちょっとビッグマネーでもいいから日本券を毎年1枚出してくれれば買えますので、ストレスフリーなところが値段じゃないので。なるほどね。おすすめですね。まあ、でもそれでね、本当放流して僕たちが釣る魚を用意してくれてるっていうふうに考えると、まあありがたい話ですよ。はい、だって行ってみたら急にはしごかかったりするじゃないですか。あのはしごじゃ誰かかけてんのって言ったら漁協さんがかけてくれてる。なるほどね。そういうお金になってくんで、いい近い道ということは間違いないですからね。そうですね。券を買っていただいて、はい、ぜひ釣り、渓流釣りやっていただければなって。いや、これですね、都道府県ごとに年券があるっていうのはちょっと初めて知ったんで、これは貴重な情報。いや、これおすすめ、めちゃくちゃおすすめです。うん、はい、これからの季節いいですから ね、ぜひ皆さん見てみてください。番組では釣りに関して深く探求してほしいテーマを募集しています。釣りウェーブの番組ページにどしどしお寄せください。ヤマケンさん、おかまりちゃん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。以上、ディープウェーブでした。